関室八部州立像八区の一つ、アシュラ像本校では、日本国の文化財保護法により1951年以降に国宝に指定された彫刻作品を国宝彫刻の一覧として解説する。6世紀半ばのくだらから日本への仏教合伝は、それまで停滞していた日本の彫刻に新風をもたらした。くだから渡来した僧侶、技術者、学者たちは、 朝廷があった大和国周辺に居住し、地元の職人らに新しい技術を伝えていった。その結果、飛鳥文化期の初期仏教彫刻群には、朝鮮半島を経由してもたらされた中国南北朝時代の彫刻様式の影響が見られる。アスカでラ本尊、釈迦如来像、法隆寺近道の銅像釈迦如来及び両脇地像を作った。 蔵つりの鳥はトライ人形の物資である。鳥及びその工房の作風を鳥式と言い,い、安人形の目、青ぐつき型の唇、左右対称の絵紋などに、中国、特に北魏後期様式からの色濃い影響が見られる。法隆寺、夢殿の木造観音菩薩立像は鳥様式に似るが、衣の下の肉体の把握などに鳥派とは異なった感覚が認められる。 同じ法流寺の木造観音菩薩立像は7世紀半ば頃の作品とされるが、鳥葉とは全く異なる作風を示すものである。以上のことから、アスカ時代の彫刻には、北魏のみならず、中国、朝鮮半島の様々な彫刻様式が混在していると考えられる。7世紀半ばから平常計2000とする710年頃までの時代を、日本美術史では、 アスカ時代後期、または奈良時代前期という。この時代にはそれまで彫刻の素材として主流だった銅や木材に加えて、間質像や素像も作られるようになる。当時の中国の王朝だった唐の初期には、法令な姿形、細い切れ長の目、柔和な表情、緩やかな衣服、腕輪や装飾類など、より写実的な様式が発展していった。 この諸島様式の影響を受けた日本の彫刻としては、法流寺大宝蔵院の銅像観音菩薩立像及び銅像阿弥陀如来及び両脇地像、大麻寺寺の祖像未六仏座像、幸福寺の銅像仏像が挙げられる。奈良時代に、朝廷は東大寺など各所に仏教彫刻を制作する施設である造物所を設立し、これを庇護した。 聖武天皇は仏教に深く消えし、造寺、造物、社経を進め、奈良の大仏として知られる東大寺の銅ルシャナ仏座像を造立した。造物書では彫刻制作に銅だけではなく、粘土、乾質、木材も使用していた。この頃の彫刻には、正統の様式による影響が見られ、自然な人体把握、金星の取れた造形、そして天武像などに見られる。 現実感のある描写が特徴的である。この時期の代表作として、東大寺北家道の関室腹傾検索、観音立像をはじめとする所蔵同時階段道の祖像四天皇立像、幸福寺旧西根道の関室八部州立像、関室十代弟子立像、東正大寺の関室ルシャナ仏座像、関室万神和上座像などがある。薬師寺の 銅像薬師如来及び両脇地像、銅像観音菩薩立像については、様式と技法から、奈良時代作、飛鳥時代後期作の両説がある。平安時代には、完成の造物書ではなく、寺院や、市政の工房が、仏像制作を担い、木材が主要な素材となるとともに、日本独自様式の彫刻が制作されるようになっていった。奈良時代以前に多く見られた銅像や、 素像の仏像は稀になり、間質も木彫像の目花立ちや絵文などの細部表現に補助的に用いられることが多くなった。9世紀末頃までの平安時代初期の彫刻作品と10世紀以降の平安時代後期の彫刻作品には大きな違いがある。平安時代初期の仏像には、主要部分を一本の木材から制作し、目、唇などを除いて、彩色を施さない、 断蔵様と呼ばれる様式のものと、木彫に関室を併用した様式のものの、二つの大きな流れがある。前者の代表例には、新薬師寺、木造薬師如来座像、新五寺、木造薬師如来立像、北家寺、木造十一面観音立像などがあり、後者の代表例には、関心寺、木造如遺林、観音座像、当時行動所像などがある。 作風は良感を強調した、憎み表現、神秘的な面相、深く鋭利な絵紋表現などに特色があり、絵紋には太い波と細く鋭利な波を交互に表した、本波式絵紋、衣の端を過剰に表現した家紋などが現れる。この時代には、近畿以外の地方にも、仏像の異例が見られるようになり、福島、少城寺、木造薬師如来及び両脇地像は、その代表例である。 10世紀半ば以降には、より穏やかで優美な表現の彫刻が見られるようになり、11世紀には、この傾向が一段と強まる。この頃の物資としては11世紀の上長が最も重要で、頭、銅、脚部など、像の主要部をそれぞれ複数の木材を組み合わせて、製作する技法である寄石作りを完成させた。上長は、その後発展する仏教彫刻の三流派。 エンパ、インパ、喜び派の祖と言える。しかしながら、確実に、上長作とみなされている作品は平等院、報道本尊の木造阿弥陀如来座像しか現存していない。喜び派の活躍により、日本の彫刻は、鎌倉時代に大きな変革期を迎えた。一部に、僧の影響を受け、精巧な頭部の巻紙、宝飾、 波打つような衣服といった写実的な表現が特徴である。素材としては木材が主流だったが、製銅も使用されていた。また新しい要素として、著名な仏像の肖像彫刻が仏像の脇地として制作されたことが挙げられる。日本では1897年から特に優れた文化財を国宝に指定してきた。国宝という用語は1897年思考の 古社寺保存法で初めて用いられた。古社寺保存法及びそれを継いだ国宝保存法に基づいて指定された国宝は現行法の重要文化財に相当する。1950年に施行された文化財保護法によりそれまでに指定された国宝は重要文化財とされ、重要文化財の中で特に重要なものが改めて国宝に指定されるようになった。 現在の国宝彫刻は文部科学大臣が重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので類ない国民の宝たるものとして指定したもので新制度による最初の国宝指定は1951年6月9日に行われた彫刻作品として7世紀のアスカ時代から13世紀の鎌倉時代までの作品134件が国宝指定されている ただし、複数の彫刻で1件として、国宝指定されているものも存在するため、実際の作品数は134件よりも多い。国宝指定されている彫刻は、仏教や神道の創始者や神々を表現したもので、その中には直接中国から輸入された彫刻も含まれている。国宝彫刻の素材の多くは木材だが、他の素材としては、銅が11件。 間室作りが17件、粘土が7件、そして薄き間がいフッツのみが石像となっている。木造の素材としてはヒノキ、カヤ、クスノキが多く使われている。木造は彩色されるか、金箔を漆で貼ることもあった。国宝彫刻のうち最小のものは高さが約10センチで大きなものでは奈良県奈良市東大寺近道の銅像ルシャナフツ座像が約13メートル。 神奈川県鎌倉市高徳院の銅像阿弥陀如来坐像が約15メートルとなっている。国宝彫刻の所蔵場所のほとんどは寺院か、寺院付属の博物館施設だが、神社や博物館が所蔵している作品もある。国宝彫刻128件のうち、都道府県別所在地は奈良県の71件が最多で、次いで京都府の37件となっている。 施設別の所蔵数としては、奈良県の法流寺、幸福寺が、それぞれ17県で最も多い。AB この一覧では、薄木間街フッツは、平安後期、鎌倉初期の両方にカウントされている。ありがとうございます。